ギー・モレは、フランスの政治家。1956年から1957年まで、閣僚評議会議長を務めた。フランス社会党所属。1905年12月31日北フッツ、ノルマンディー、オルヌケンフレールに、織物校の家庭に生まれる。ルアーブルで学び、教師となる。フランス社会党に入党し、党員として、積極的に活動した。 1928年パイコールドカレー県等初期に選出される。1939年第二次世界大戦が勃発するとフランス陸軍に志願するがドイツ軍の捕虜となる。7ヶ月後に釈放されるがレジスタンス運動に参加。活動中3回下下ポに逮捕されている。1944年パイコールドカレー県から総選挙に立候補し、 国民議会議員に当選する。1946年には、レオン・ブルムの支持を得て、ダニエル・マイエールの後を襲って、社会党初期長に選出される。モレは、社会党内では左派を代表し、中道派の結集によってもたらされるであろう、社会主義イデオロギーの妖怪を危惧していた。もっとも彼は、このようないわば、マルクス主義の主張を持ちながらも、現実的には、 第四共和制成立後、社会党と中道、中道右派との協力関係を保っていた。閣僚としては、すでに1946年に副首相閣の国務大臣として入閣しており、1950年、ルネプレバン内閣で欧州関係担当省、1951年、アンリクイユ内閣の副首相、欧州評議会フランス代表、社会主義者、 グループ議長を歴任している。1951年から1969年まで、社会主義インターナショナルの副議長も務めた。1956年総選挙では、中道左派勢力の結集に動き、旧進社会党のピエールマンデス・フランス、フランソワ・ミッテランの民主社会公選同盟、ジャック・シャバ・デルマスの社会共和派の一部と、共和主義戦線を結成。 マンデス・フランスを擁立して、アルジェリア問題の平和的解決を主張した。結果として、共和主義戦線は躍進したものの過半数を得られず、国民の支持を得ていたマンデス・フランスですら、フランス共産党と人民共和派の反対で政権につけなかった。このため、ルネ・コティ大統領はモレを首相に任命し、ここにギーモレ内閣が成立した。 モレ内閣は1956年2月から1957年5月まで約16ヶ月在任したが、これは第4共和制における最長期政権であった。モレは国内問題に多くの力を傾注したかったが、アルジェリア問題はそれを許さなかった。このアルジェリア問題に大きな影響を与えているのがスエズ危機であった。エジプトのナセル大統領は、 スエズ運河国有化を宣言し、大きな国際問題となっていた。彼がフランスとイギリスの合併を提案していたことが2007年に、イギリス側の英国国立公文書館の公文書で判明した。1956年に、モレはイギリスを訪問した時に、同国のアンソニー・イーデン首相に、フランスとイギリスの合併を打診。しかし、イーデン首相はこの申し出を拒否した。 すると、モレはイギリス連邦へのフランスの加盟を提案した。彼は、フランス国民はエリザベス女王を君主にいただくことに抵抗はないと言ったが、イーデンは、フランス国民が英国王を包帯するのは難しいことを、彼は理解できないようだと側近に語っている。このモレの提案には、当時のフランスの置かれていた状況が影響している。当時のフランスは、 第二次世界大戦の戦勝国であったものの、実質的には、ナチスドイツに敗北したという屈辱感に、打ちひしがれていた。さらに戦後のスエズドーランやインドシナ戦争、アルジェリア戦争に苦しめられ、大国としての自信を失っていた。モレは、そんなフランスに対し、第二次世界大戦では戦勝国として活躍し、戦後は充実した、福祉政策を敷いていたイギリスに、 大変な憧れを持っていた。それが英仏合併計画となって現れたと考えられる。ありがとうございます。